こんにちは、ミッチーと元保護猫でうちの可愛い飼い猫のさつきです。さっちゃん今回はですね、長野県の野沢温泉に行ってきたんですけれども、あの野沢温泉はね、あの世界中からね、外国の方とかがね、もうスキーやスノーボードに訪れるぐらい雪質が本当に素晴らしいことでも有名なんですけれども、まあね、この雪質と並んで素晴らしいのが温泉でして、で、まあ、野沢温泉はね、まあ、旅館や民宿の温泉ももちろんなんですけれども、外湯がね13個ありまして、このね外湯巡りをするのが本当に、この温泉の醍醐味でして、まあね、それぞれ趣の違うね建物とか泉質の違う温泉をね、存分に楽しめるんですけれども、でね、この野沢温泉、小釜というね、温泉が湧き出る、まあ、池っていうのかな、まあ、そういうのがあってですね、ここも本当に見応えがあってですね、この雪が降ってる時に行くとですね、もう雪国情緒を本当に存分に楽しめる、本当に素晴らしい風情でして、まあね、定期的に僕は、この野沢温泉と、あと新潟のね越後湯沢温泉というところに、こう川端康成の雪国ごっこをしてですね、まあ、訪れるわけですけれども、このね、越後湯沢温泉とね、また共通しているところがね、このまあ雪国っていうのはもちろんそうですし、まあ日本酒おいしいのもそうなんですけども、まあお米といったらね、皆さん、新潟の南魚沼のね、コシヒカリがやっぱり最高峰というね、イメージ持たれてると思うんですけれども、実はですね、この長野のね、野沢温泉とか、この飯山市とかね、まあこの周辺のコシヒカリもね、魚沼のコシヒカリと同等のね、最高峰の米どころでして、まあね、米を楽しむというね、目的もありまして、本当に楽しむことができたので、ぜひね、この動画をご覧になっていただいてですね、この温泉街の雪の風情、そしてね、訪れるときにはですね、観光の参考にしていただければなと思いますので、最後までよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、それでは長野駅から飯山線に乗ってスタートです。このディーゼルカー特有の音がたまらんです。日本有数の豪雪地帯を通るこの飯山線、この冬の雪景色と千曲川の情緒が本当に最高です。まもなく飯山駅に到着です。昔はね、戸狩野沢温泉駅で降りて野沢温泉に向かえたんですけれども、飯山駅にね新幹線が通るようになってから、こちらから野沢温泉に行くようになりました。いやー、この飯山線、鉄道オタクにとってはとても魅力的な車両です。飯山駅、この周辺はね、明日ゆっくり散策しようと思います。駅に飾られている伝統工芸飯山仏壇の技術を用いたこの作品がとても目を引きました。
飯山駅からはバスの野沢温泉ライナーに乗って野沢温泉に向かいます。この見飽きない素晴らしい景色を眺めながら野沢温泉バスターミナルに到着です。そして野沢温泉街を散策。とても長い歴史を持つ野沢温泉。ちなみにここは日本で唯一村の名前に温泉がついていて、住所は野沢温泉村という名前になっています。外湯の一つ川原湯、後ほど入りに行きたいと思います。川原湯から坂を登っていくと野沢温泉のシンボル大湯が見えます。こちらも後ほど入りに行きたいと思います。野沢温泉の高台に鎮座する湯沢神社。雪化粧したこの神社は本当に素晴らしい趣があります。この湯ロードから日本でも有数の規模を誇る野沢温泉スキー場へ行くことができます。ちなみにこの野沢温泉スキー場のメインゲレンデ、日陰ゲレンデはスキー場発祥の地でもあります。青空と雪景色のコントラストが本当に素晴らしくて、眺めていてとても気持ちいいです。
野沢温泉のシンボル小釜に来ました。本当にね、この湯煙立つ小釜のこの景色を眺めていると温泉に来たなっていう感じになります。小釜で猫ちゃん発見、さぞや暖かくて気持ちいいでしょうね。野沢温泉といったらやはり野沢菜、そしてこの野沢菜を使った半殺しキムチがまたとても美味しいんです。ミニ温泉広場ゆらり、ここはね当期は閉鎖されているので入ることができないのがちょっぴり残念ですけども、まあしょうがないですね。これは石霊かな。とても可愛らしくてしばらく眺めちゃいました。大湯近くにある野沢温泉の中心街、ここには様々なお店が並んでいます。温泉街を散策していい運動をしてからは秋葉の湯に寄って、そこから本日の宿新し屋に到着です。この新し屋の真向かいに秋葉の湯があるので、今回はこの秋葉の湯にめっちゃ多く入りました。宿で一休みしてからはお待ちかねの外湯巡り、早速再び秋葉の湯に入ってきました。しゃ、秋葉の湯いいお湯でございました。やっぱ野沢温泉はね、泉質がいいですね。じゃあ次の外湯に行ってきます。
美しい夕日を眺めながら、続いては獣王洞の湯に行ってきました。この外湯、中は撮影禁止なので、入っていくところまでをご紹介したいと思います。硫黄の香りが、いい香りだ。硫黄がすごい、ここはめちゃめちゃ白濁してるし、ここもとてもいい湯でした。さて次向かいます。いいですね、全く湯冷めしない、最高。じゃあ一旦宿に帰ってきました。もうね、野沢温泉はね本当に泉質がいいです。もうね、今外かなり寒いんですけどね、本当に全く湯冷めしないし、この格好でね歩いてるともう汗ばむぐらい、ね、本当に気持ちいい。まあね、まだ、外湯はね半分も巡れてないので、今からねご飯を食べてからまた外湯巡りの続きをして、ちょっとね飲みに行ってこうかなと思っています。ではさて、お楽しみの夕食タイムです。素朴ながら素晴らしい料理の数々、そしてこれを楽しみに来ました、地元産のコシヒカリ、本当に美味しかったです。美味しい食の後は再び秋葉の湯で体を温めてから、このラーメン屋の隣にある松葉の湯へ。この外湯はね、地元の人たちが湯仲間という形で温泉を維持していて、この飾り気のない素朴な雰囲気がとても素敵です。そしてどこの外湯も源泉かけ流しで、本当に素晴らしい泉質です。この野沢温泉の中心のビルの地下にある東洋ラーメンと居酒屋のつくしんぼ、
こちらね、どちらも本当におすすめです。あら、今日は東洋ラーメンはお休みですね。残念。野沢温泉を代表する人という大湯、野沢温泉全体に言えることなんですけれども、温泉の温度がね本当に高くて、お湯になれるのにちょっと大変なんですよね。夕方に大湯とともに前を通りかかった川原湯、今度はゆっくりと入浴したいと思います。まだまだ里湯巡りは続きます。続いては朝釜の湯へ。朝釜の湯もいいお湯でございました。やっぱ硫黄泉は最高ですね。よし、体のぬくみが冷める間もなくバンバン行きます。続いては上寺湯です。おじき熊の手荒湯かな。はい、見えてきました。大湯とともに野沢温泉を代表する熊の手荒湯、こちらでもゆっくりと温泉を楽しみました。野沢の神様、道祖神も町の至る所に置かれています。長野県の日本酒が飲み比べれるという看板を見つけて気になったので空庵に寄ってみました。チョイスした日本酒は初雪の舞と北光政宗と相政宗。相政宗だけはね、新潟の妙高市のお酒なんですけれども、なんかねどうしても飲みたくなっちゃってチョイスしちゃいました。野沢と日本酒とても合います。よっしゃ、野沢温泉の外湯、かなり制覇したと思います。まあ多分本当10は行ったと思うんですよね。ということで、今日は大満足、宿に戻ってゆっくりと休みたいと思います。いや本当にいい湯だった。ただ暑いわ、やっぱここの温泉の湯は。まあ明日もまた楽しもうと思います。それでは。うわ、星がめちゃ綺麗だけど画面に映ってね、マジか、めちゃくちゃ星が綺麗。やばい、なにこれ。うわー、映ってないのが残念だな。おはようございます。今日も、天気はちょっと分かりにくいかな、晴れております。雪はね、今日雪予報なんですけれども、雪が降る気配は今のところはないです。ただね、今日新潟の越後湯沢温泉に向かうんですけれども、そっちはね、なんか低気圧の影響で在来線が終日ストップしておりまして、どうしようと思ったんですが、まあ、しょうがないので新幹線で越後湯沢温泉に行こうと思っているんですけども、まあね、本当はね、在来線でね雪景色を見ながら、ちんたらちんたらとこうね日本酒を飲みながら行こうかななんて思っていたんですけれども、
まあこればっかりはしょうがないので、まあね、そのように楽しもうかなと思っています。ということで、今から朝ごはんを食べて、もうちょっと外へ巡りをして、あとね、飯山の町をちょっと回ってから七五湯沢を目指そうかなと思っています。ということで、今から朝ごはんを食べていきます。それでは美味しい朝食をいただきます。僕ね、普段朝そんなに食べない派なんですけどね、こういうホテルとか旅館とか民宿とかのね、朝食って本当にたくさん食べれちゃいますね。そしてコシヒカリもやはりとても美味しかったです。さて、宿も立って、今からバスまでの間ちょっと散策をしてから、飯山経由で越後湯沢温泉、その前に、確か寺町かな、なんかがあったので、飯山にはお寺を少し巡って、水尾の為倉酒造にもちょっと行ってこようかなと思っています。ああ、空気が気持ちいい。そして再び外湯巡り、中央道の湯に行ってきました。この肉盛りカレー野郎、ネーミングに惹かれてめっちゃ気になったんですけれども、まあね、宿で腹いっぱいご飯食べちゃったのでね、また次の機会に訪れたいと思います。続いては朝熊の湯、野沢温泉のシンボル小釜と一緒の字を書くんですが、こっちは朝釜と読みます。そして上寺湯へ、外湯の中でもとても歴史の古い湯です。洗濯場です。こういうのがね、住んでる地域にあるっていうのは本当に羨ましいですね。こちらも袖湯の中ではとても歴史が古い熊の手荒湯です。その名の通り熊が発見したという伝説があります。袖湯巡りの最後は河原湯へ。この後小釜周辺を散策して、締めはカフェカルテに行ってきました。このカフェカルテ、
箸置きがたくさん飾られていて、本もたくさんあって、とても素敵な空間です。そして美味しいコーヒーはロイヤルコペンハーゲンの器で出てくるので、優雅な気分を味わうことができます。野沢温泉にね、通うようになってから、ここのカフェはねお気に入りでよく来るんですけれども、本当にね、ここでは本を読みながらゆったりとした時間を過ごすことができます。野沢温泉ライナーに乗って飯山駅へ。飯山ではお寺巡りや水尾の田中屋酒造店に寄ったのですが、それはまた次の動画でお送りしたいと思います。はい、というわけで野沢温泉いかがでしたでしょうか。もうね、本当に野沢温泉のね、この冬の雪が降るこのね時期の風情というのは、ね、もうたまらないものがありまして、この湯景色と小釜のねコントラスト、そしてね13個もある外湯巡り、今回全部コンプリートできてないな、1個か2個ちょっと逃しますね。もうこれを全部巡ろうと思うとね、本当にそれだけでも十分もう一日もう楽しめるぐらいたくさんねあって充実した温泉なんですけども、それとかね、もう本当に美味しい日本酒と、あとねコシヒカリ、本当に、大満足の食事で素晴らしい時間を過ごすことができました。まあね、今回この野沢温泉から越後湯沢温泉の方をね、ずっとこう雪国の旅をしているわけですけれども、まあね、他の動画では、飯山というね長野市のねこの隣町といいますかにある、まあ、お寺がたくさんある町なんですけれども、まあ、そちらを巡った様子とか、もちろんねこの越後湯沢温泉、そしてね、まあ南魚沼にあるワイナリーとかね、米麹の大沼醸造というところとかもね巡ってますので、まあね、他の動画もぜひ、ご覧になっていただけると嬉しく思います。でね、一番僕あのブログもやっていまして、ミッキーの王子と呼ばないでというタイトルでやってるんですけれども、こちらでもね、まあ、今回こうやって YouTube でご紹介しているところももちろんですけれども、まあ、それ以外のねところもいろいろと入っていますので、お時間のある時に覗いていただけると嬉しく思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をしていただけますととても嬉しく思います。では、他のね、雪国の旅の動画もぜひよろしくお願いします。さよなら。